どうもおはようございます。今日は6月6日朝、ちょうど9時になりました。今日もね、創価学会と公明党の関係について、淡田進さんという方がね、漫画家の成田明さんと対談をしている動画を見つけましたので、紹介したいと思います。こちらの動画、5日前のアップロードで、まあ、すでに1万回再生されているね、えー、この 成田明さんとても人気の漫画家さんなのかなと思いますしまた同時にこの淡田進さんが今ね注目の人なんでこの対談っていうのはちょっとね多くの人の注目を集めてるんじゃないかなと思いますでこの動画対談の方は概要欄の方にお付けしておきますのでそれぞれご覧いただきたいと思いますけども概要をですねモニカにちょっとね聞いてみるとこんな形になってます対談の内容ですけども「池田大作の教えを守りつつ」 創価学会と公明党の関係を改善するために改革するために内部からの変革と公明党の回答が必要であるとあ天田先生が語るこの天田先生っていうのは多分翻訳ミスモニカの認識ミスで天田先生っていうことなんだと予想しますでハイライトってありますよねこれは動画を いくつかのハイライト、つまりセクションにまとめて、その中で語られていることをこう、込み出しをつけてくださってるんでね。えー、もしね、全部を見る、これ全部を見ると14分の動画なんで、そんな長いことはないんですけども、それでも時間がさらにないよって方は、このそれぞれのセクションのところから再生していただくといいのかなってところです。まず、 04秒から創価学会と公明党の関係についての論議があるということですね。で、2つ目、2分48秒から公明党と創価学会の関係についての発表。ここがちょっと注目かなと思いますね。で、さらに、創価学会と公明党の関係についての議論がありますので、こちらの方も対談をご覧いただきたいと思います。で、さらに、 8分30秒から、総学会と公明党の関係についての考察ということでまとめられています。ここでね、青田進さんと、もしかしたら成田明さんのお,お考えが出るのかもしれません。そして最後、11時18分、えー、こちらの、11時18分じゃないですね、失礼しました。11分18秒から最後ですけども、池田先生の弟子であり、えー、補強の知恵を使った実践を重視ということですね。補強っていう言葉をちょっと私はね、 存じないんですけども、これはもしかしたら総角化の中にある独特な概念かもしれません。はい。ということでね、興味がある方は動画概要欄からご覧いただきたいんですけども、私の方からはね、この成田明さんっていう方、この方ですけども、これがどんな方なのかってことをね、ちょっと他で検索してみましたけども、どうでしょうか。はい、こちらの方ですね。成田明さん。えー、奥の色道っていうね、漫画が代表作なのかな。 ちょっとこうお色気を感じさせるような、もうどちらかというと、このね昭和50年代とか60年代のなんかそのバブルの時代のホテル事情みたいに、私はちょっとうかがい知るような感じですけども、内容はすみません、まだ見てないんで分かりません。で、アマゾンで、えー、書籍が入手できるということです。で、1945年生まれと、現在79歳、おー、すごい。 で書籍としてはこちらの方にテレクラの秘密あ、やっぱり昭和の時代ですね、テレクラなんて懐かしいですね。でこちらの方にも楽天市場で本が買えますよっていうふうに出てます。えその他成田明さん、このカタカナで「明と検索してあげれば、詳しく出るんではなかろうかと思いますね。でこちらの方にも、ちょっと私のこの絵がね、邪魔なのかもしれません、上にどけましょうか。 成田明さん、漫画家。成田明は1945年4月9日生まれの日本の漫画家です。佐賀県生まれと。で、現在は東京都にお住まいでご結婚もされているということですね。で、成田明さんの作品はこちらの方にね、ありますんで、ちょっと私から読むのはちょっと控えたいと思いますけども、タイトルが YouTube 的にどうかなと思いますんで、えー、成田明の朝まで婚欲。まあ、このぐらい読んでも大丈夫だと思いますけどもね、こういったなんか楽しそうな作品があるかなってところですね。成田明さん、えー、合わせて、えー、検索してね。 ご覧いただければと思います。では今日はね、以上ですかね。はい。じゃあ、もう一回トップ画像に戻りまして、こちらの方、はい。この対談の模様をね、動画概要欄からご覧いただければと思います。私ももうあの拝見しましたんで、あ、なるほどなと思うことが多かったですね。はい。それでは以上です。